ハンス・リッパー望遠鏡400年のパラオの記念講歌、ハンス・リッペルハイは、オランダのレンズ製作者で望遠鏡を最初に作ったとされる一人である、ドイツのベーゼルに生まれた、オランダのミデルブルフに移住し1594年に結婚した。1602年に市民となり、州生、ミデルブルフに暮らした。彼の名前は一般にリッペルスハイとして知られていたが、 これは1831年にタイプミスされたものが誤って世に広まったものである。リッペルハイは最初の実用的な望遠鏡を製作し普及させた人物とされている。原始的な望遠鏡はそれまでに作られていたと考えられるが、リッペルハイは1608年にヤコブ・メチウスよりも数週間早く特許の申請をし一般の人々に使えるようにした。 特許を得ることはできなかったが、オランダの政府から報酬を得ることができた。ダッチパースペクティブグラスと呼ばれたリッペルハイの望遠鏡は肉眼の3倍の距離を見ることができた。リッペルハイが望遠鏡の着想を得た戦きについては、彼の店で遊んでいた2人の子供が1枚のレンズの前にもう1枚のレンズをかざした時にものがはっきり見えることに気づいたのを見たことからであるという話がある。 彼を記念して、月のクレーターのリパースイ、小惑星、リパー、太陽系外惑星リパーなどが命名されている。ありがとうございます。